ない役立たずロボットがやってきた？ポンポコロボアトアンダス第1話。この物語の主人公、園田朔。日曜の朝って幸せだ。いくらでも寝坊できるはずだった。よし、作戦を開始するぞ。頑張るピカ。ん？誰の声だ？準備はいいか、スーちゃん。オッケーピカ。なんか聞こえる気がするけど、きっと気のせいだな。発射！ゴー！うわあ！穴？ただいまピカ！うわあ！おっしゃ！わーい！おかえり、見ろ、起きたぞ。作戦成功だ。やったピカ！なんなんだよお前ら一体。これどうしてくれるんだよ。アトちゃん、スーちゃん、二人合わせてアト&スー。ピカ！いや、名前なんか聞いてねえし。サク、起きたか。お姉ちゃん、起きるに決まってるじゃん。聞いただろ、さっきの爆音。まあ落ち着け。アトとスー、妹を起こしてくれてありがとうな。うむ、ピカ。え、その変な奴ら姉ちゃんが連れてきたの？そうだよ。この子たちのことでサクに頼みがあるんだ。下のリビングで話そう。ロボット？その二人が？そうだ。うっそだ。だってロボットってこんな感じじゃん。あとはお掃除ロボットとか、そいつらどう見ても生きてるじゃん。あと、サクにロボットの証拠を見せてやれ。わかった。ロケットパンチ。うわ。どうだサク、ロボットで間違いありません。疑ってごめんなさい。ちなみに2体とも私が作ったお手伝いロボットだ。大学の研究室のみんなに手伝ってもらったけどな。すごいや姉ちゃん。アトとスーをロボットコンテストに出して優勝する。そしてその賞金を元手に新しいロボットをバンバン作って売りまくって大金持ちになるぞ。おお、すがすがしいほど金目当てだね。だが正直言って今のアトとスーじゃ優勝は厳しい。策を起こしに行かせただけで壁に大穴開けるようじゃな。確かに。おい、家の中でボーリングすんな。実はまだアトもスーも完成したばっかりで常識がない。ない。なんで威張ってんだ。そこでだ、策にこのアトとスーを教育してほしいのだ。コンテストで優勝できるように。何言ってんの姉ちゃん。そんな大変そうなこと私できないよ。ピカピカ。また変なことしてるし。姉ちゃん自分でやりなよ。忙しいんだよ、私も研究室のみんなも。サクは毎日家でゴロゴロしてるだろ。そうだけどさ。正直言ってめんどくさそう。ただでやれとは言わない。コンテストで優勝したら賞金からサクに報酬を渡す。え、どのくらい？お年玉30年分でどうだ。お年玉30年分！何でも買えちゃう。やる。よし、よろしく頼んだぞ。ほら、これ。何これ、文字ばっか。アトとスーの説明書だ。よく読むように。分厚いな。
それじゃあ私は大学の研究室に戻る。行ってきます。休みの日まで頑張るな姉ちゃん。無理すんなよ。あととす、まあこれから仲良くやっていこう。よろしくな、サクって呼んで。よろしくな、サク。サクちゃんピコ。さてと、何からすればいいのかな。説明書は後で読むか。あと、スー、なんかしたいことある？散歩、外に出たい。スーもピコ。じゃあ出かけるか。と言っても田舎だし、なんもないけどな。のんびり。あら、サクちゃん、お出かけ？山内さん、こんにちは。ご近所の山内さんだよ。ほら、二人とも挨拶して。アトちゃん、スーちゃん、二人合わせてアト&スー。毎回やるの、それ。元気だね、サクちゃんの親戚の子。親戚ではない、アトたちはロボットだ。ロボット？まあ面白い冗談ね。可愛いわね。冗談なんかじゃないぞ。ほら、バレーボールもできる。ポイーン、ポイーン。首が。おばちゃん、いたた、大丈夫だよ。そういえばお姉ちゃんの方はこういうことを研究してたっけね。ごめん、驚かせて。はあ、本当に非常識な奴らだ。あんまり人に会いたくねえな。山の方にでも行くか。山か、いいな。ピッコ、ピッコ。お、花だ。いっぱいピコ。花がわかるのか？花のデータなら全部頭に入ってる。これはシロツメクサ。おお、さすがロボット。でも実物を見るのは初めてだ。綺麗、かわいいピコ。私も最近はネットで見るばっかりだったよ。たまには外で本物見るのもいいな。この山、他にもいろんな花咲いてるよ。行ってみよ。おい、何やってんだ。強度を調べているのだ。味見してるペコ。やめなさい。なんでだ。そりゃ花だって生きてるから、命を大事にってことだ。生きてるって何？命って何ペコ？ロボットからの壮大すぎる質問。先に進もう。もっといろんな花があるぞ。あれ、粗大ゴミの山で進めないじゃん。誰だよこんなに。本当は道があるピコ？うん、でも誰かが捨てていったゴミで塞がれてる。ゴミをどかせばいいのか。スーちゃん、ゴミを一箇所に集めて。まとめたピコ。すげえ力持ち。スーちゃんはパワー型ロボなのだ。あとは頭脳型ロボだ。続きはこの後に任せろ。おお、どんなことをするんだろう。ぽーい、行こう。跡形もなくなった。どこが頭脳型だよ。爆破って。自分で爆弾を作れるところ。とにかく通れるようになったぞピカ。はあ、ピカ。綺麗な景色だ。お花もたくさんピカ。だろう。そうだ、こんな時なんて言うんだっけ。あ、思い出した。ん？サク、ありがとう、連れてきてくれて。ありがとうピコ。うん、
常識はないけど素直で可愛いじゃん。うまくやっていけそうな気がしてきたぞ。どういたしまして。スー、お腹空いたピコ。よし、帰ってご飯食べよう。わーいピコ。アトとスーの食事について、主なエネルギー源はロボット用オイルドリンクです。おお、冷蔵庫にあるらしい。取ってくるよ。あったぞ。さあ飲んで。やだピコ、それ栄養あるけどすごくまずい。え、そうなのか。でも毎日飲まないといけないんだろ。飲まん。あ、こら待て。逃げるピコ。ピコスーの方が足が速いな。捕まえた。強引だけどしょうがない。頑張れ、あと飲み込むんだ。おお、飲んだ。偉いぞ、あと。まずい。やっぱりうまくやっていける気がしない策であった。気になる続きはコミックスでチェックしてね。